オーストラリアから舞台を香港に移して日本代表がヨーロッパの強豪と戦います。ガールズバーンカップ香港ナショナルスタジアムで行われます。日本代表とポーランド代表の対戦です。日本代表はオーストラリアで2試合親善試合を行いました。対戦成績は1勝1敗でしたが、課題の残る戦いでもありました。今日はどんな戦いを見せてくれるでしょうか。解説は加藤芳生さんです。加藤さん、はい、鴨さんはこの大会はもう勝ちに行くんだってことを言ってますが、ちょっとオーストラリア戦は課題も残ったというのがありましたね。そうですね、まあ、第1戦こそ快勝したんですが、その第2戦がですね、ちょっと大敗をしてしまったと。まあ、その超短のですね、短所の部分をどのようにこの試合に向けて解決してくるか、まあ、その辺がこの試合の見どころでしょうね。さあ、ではそのカールスバーンカップですが、日本、ポーランド、スウェーデン、香港リーグ選抜が4チーム参加して行われます。日本とポーランド、スウェーデンと香港リーグ選抜が対戦して、勝ったチーム同士が決勝を行います。まあ、今年でもう8回目を迎える大会ですが、過去は日本が93年に日本選抜が出場しましたが、この時はデンマーク、香港選抜、スイスと対戦して最下位に終わりました。ちょうど香港の旧正月の元日ということになりまして、お客さんも2万7000人詰めかけています。さあ、それでは日本代表のスターティングメンバーから見てみましょう。ゴールキーパーの前川が顔を怪我しましたので、小島が今日はスターティングメンバーです。ディフェンスは柳本、伊原、相馬、小村、山口と森保のダブルボランチは変わりません。そして中盤が北澤と七海、今日ツートップは高木と三浦です。このメンバーで見ますとどうでしょうか。まあ、両サイドは何回見入れ替えてますけれども、そうですね、まあ、ほぼベストメンバーに近い状態と言えるんではないですかね。はい、さあ、一方のポーランドです。ポーランドの方はゴールキーパーがボジニャック、ディフェンスは3バックでラピンスキー、ベンジン、ボイタラ、ラピンスキーがリベロです。ヤスクルスキー、チトコ、ビキスケビッチ、チェルビッチ、スクシュベク、6番のチトコが左のウィングバックで、17番が右から上がってきます。そしてフォワードがチェレシュスキとカリチャック、まあ、システム的には、まあ、3-5-2 というような形になると思いますけれども。そうですね、メンバー登録メンバーから見るとそういった感じでしょうけれどもね。まあ、ポーランドといいますとワールドカップでも過去、3位になった経験もありますし、それからオリンピックでもかつては70年代には金メダルも取ったことがあるという非常に強豪ですよね。そうですね、74年の、ドイツのワールドカップの時には、まあ、非常に、ラトーという非常に素晴らしいエースストライカーがいたんですよね。まあ、そのポーランドは欧州選手権ではグループ1で入ってルーマニア、フランスの強豪と引き分けている力がありますが、そのメンバーが7人残っているということですから実力的にはあると思います。ただ心配なのはスタフルスキー監督が就任して初めての試合、しかも新チームが結成されて練習ほとんどできないままこの最初の試合に臨むというところですね。そうですね、こちらゴールキーパーのボジニャック、この人は30歳のベテランです。まあ、なかなかこう手の内のわからない相手との対戦ですので。そうですね、それとまたやはりオーストラリア同様に大型な選手が非常に多いと思うんですよね。はい、まあ、この高さに苦しみました。それから長いボールでロングボールで一気にこう中盤をカットされて苦しんだのがオーストラリアの第2戦でしたよね。そうですね、またさらにポーランドの場合は組織的なサッカーを非常にしてくる国のチームなんで、まあ、そういう意味では非常にその辺がどういった形で出てくるかというのは楽しみですね。日本のキックオフで始まります。高木とカズ、今試合が始まりました。まあ、この高さという点では当然ディフェンスの選手は見てますと大体190センチ前後の選手、はい、非常に長身です。まあ、最初のキックオフと同時に、まあ、長いボールを放り込んだんですけど、単純に上げていったのではやはり簡単に跳ね返されてしまうということは十分考えられますね。は
キャプテンのラフィンスキー3番、5番がボイタラ。まあ、実はポーランド、これはかつて選抜チームが日本に来て対戦したことがありますが、1981年、この時は日本が0勝4敗で敗れました。まあ、相手はポーランドの選抜で、まあ、いわば B 代表という形だったと思いますが、加藤さんもこの時、はい、私2試合ほど出場させていただいたんですけれども、まあ、非常に速いパスワークと、そして力強いサッカーをしてくるという印象がありますね。じゃあ一気にカズ、キープして上がっていた相馬です。立ち上がりは2本、今大きなボールを入れました井原、これも一気に前、届いましたね。七海流して相馬、中を見ます。シュートは、これは外れました。森安です。森安も右足の方の怪我がちょっと心配されましたが、今日はスターティングメンバーで出ています。まあ、この辺は非常に押し上げが効いているという状態ですね。ボランチの森安君があそこでシュートを打ってますからね、はい。左の中盤の七海、非常にオーストラリア戦でもいい働きをしていました。さあポーランドはここから左サイドにはチトコがいます。この人、若いチトコ、上がってきます。もっと滑りました。まあ、非常に整備された立派なこの香港ナショナルスタジアムですが、芝は少しこう滑り気味の感じもしますね。そうですね、まあ、下が少しソフトなのかもしれないですね、はい。さあ日本、高木から出して左サイド相馬、まあ、数にはこの5番のボイタラですか、はい、マンマーキングかなり来てますね。厳しいですね。このボイタラです。行ったのは相馬、非常に背は高いですが、割と細い選手が多い感じですね、はい。まあ、立ち上がりですけど、非常に相馬君もオーバーラップを仕掛けて積極的に攻撃してますね。まず七海、いい形でつながりませんでしたが、高木、これはボールに来ました。ホイッスルありません。日本のボールがよく回っています。さあここからはチェルビッチ、チトコ、ここは囲みました日本。抜けるか、チャンス、クリア。ややポーランドはどうでしょうか、前にこう積極的に出てくるというよりは今のようにポーンと出てくるような、そうですね、はい、速いパスワークから、やはり今はチトコですか、はい、左のウィングバックの選手ですけど、非常にゴール前へ切り込んできましたよね。これだけ身長差があります。マークしているのがボイタラです。前半の5分、この立ち上がりの動き自体日本いいようですね。そうですね、今度は柳本、北沢、見た右サイドです。ポーランド17番のスクシペク、いいつながりです。やはり両サイドから上がってくる時のスピードはあるようですね。
そうですね、まあ、今の17番のスクシペクト、そして6番のチトコですね、このウイングバックを使った攻撃というのは一つの形のようですね。さあ、ポーランドの最初のコーナーキックです。蹴るのはスクシペク、身長がある ポーランド、上手があります。身長差で言いますとかなり10センチ以上ありますので、今も一つ頭が出ていたような感じです。これ気をつけなきゃいけないですね、この高さ。そうですね、日本のチャンス、おっとまだつながります。北沢、左サイド七海がいましたが、これはなんとかクリアした。うまく抜けました。相馬、日本もあのサイドを使って攻撃しようという意図が、そうですね、出てますね、はい、と足を痛めましたね、森保。先ほど中盤でパス出した後にスライディングをもらったような感じだったんですけどね、はい、今度は足首です。右の太ももの打撲でオーストラリア戦で足を痛めましたが、今度は右の足首を痛めました。森保かなり痛そうです。ここは高木が先ほど倒されたシーンですね。かなり激しく来てますからね、はい、帽子をかぶっているのがスタフルスキー監督、監督になって新チームで初めての試合、条件が悪くてほとんど練習をできないままこちらに乗り込んできました。ここですね、はい、パスで、はい、出した後スパイクされてますか。そうですね、ちょっと踏まれたようなそんな感じですね。まあ、森保も怪我から復帰してこう代表に来たばかりですから大丈夫でしょうか。うん、足首、かなりの勢いで後ろから来ました。置いたら風のマークは相当厳しいですね。そうですね、まあ、オーストラリア戦でもかなり第2戦目はこういったシーンを 見られたんですけどね、はい、ラピンスキー、うん、これはミスはありません。ここはまたチトコロングシュート、なかなかシュート力があります。まだ21歳、若手のこのシュート、まあ、試合のその最初の流れをつかむという意味では非常にいい攻撃だと思いますね、はい、日本のあのゾーンプレス、プレスをかけるという点ではどうでしょうか。そうですね、この立ち上がりはあの非常に中盤から早いチェック入ってると思うんですよね、はい、オーストラリア戦はその中盤を省略されてこう高いボールでの競り合いとなったところで失点という形になりましたよね。そうですね、初戦こそあの、はい、日本のサッカーが非常にできたあの時間帯というのは長かったんですけども、逆に第2戦はオーストラリアは中盤を本当省略してきましたね。こういう形がいいですね、はい、いい形でインターセプト。さあチャンス、日本、高木、こちらのサイドは北沢がいましたが、ビキスケビッチ奪い返しました。今の取ってからの攻撃ですね。そうですね、まあ、少し高木君が、もたついてしまったんですけども、まああいった中盤でのインターセプトというのは非常に効果的な攻めをつなげることができますよね、はい、前半10分が経過しました。まだ両チーム得点がありません。前半は日本も非常にいい動きをしています。チトコ、上がる、チトコキープ、
まあ、今は尾村君がね、よく戻ってきましたけどもね。見てますとこの6番の知徳は要注意ですね。そうですね、非常にあのオーバーラップにも迫力がありますね、はい、鴨監督、まあ、オーストラリアとの試合はチームを組んで、まあ、最初のオフシーズンの後の試合ということもあって、いわば練習をしてチームを固めていくという状況だったと思うんですけど。そうですね、まあ、やはりあのコンディション自体もですね、オフ明けということもありますので、まあ、なかなか、いいコンディションでは戦えなかったと思うんですけどね、はい、数をマークするのはボイタラ、上から乗りました。まあ、ただこのカールスバーンカップは当然勝ちに行くつもりでやるんだということを鴨監督も日本を立つ前から言っていますし、まあ、さらに、まあ、これ勝てばスウェーデンとできるチャンスがあるわけですからね。そうですね、まあ、やっぱり代表という名前のもとでですね、タイトルのかかったゲームというのはやはり経験とかいう問題よりもまず勝ちに行くということですよね、はい、高木競ります。競ったのは4番のベンジンですが、これも長身、あの長身の高木が競ってもちょっとまだ上を行ってるような感じですね。そうですね、ですからあの日本の2トップにはこの4番のベンジンと5番のボイタラですね、彼ら2人がもうぴったりついてますね。このベンジン、まあ、高木も188センチあるわけですから、明らかに190センチ以上ある選手ですね。高木、オーストラリアと の初戦で復活の2ゴール、なかなか見事でした。まあ、当然クリアしました。相手も高木を日本が標的にしてこう戦ってくると見てますから、相当こうマークが厳しくなってますよね。そうですね、スローインはベンジン、長身のベンジンが後ろからのロングスローです。さっせる、あ、シュート、まあ、やはりこういったあのセットプレー、スローインからですけれども、あの非常に高さがあるチームですからね、こういったゴール前のこぼれというのは十分注意しなければいけないですね、はい、今はスクシュペクでした。あ、本田が入りましたということは森安が出て、本田がこれ代わりに入りましたね。そうですね、右の足首をスパイクされました森安が出て本田が入りました。スクシュペク、後ろから上がってきました。チェルビッチ、ナナミ、スクシュペク、日本は非常にこのチェックに行くのがしっかりいってますね。そうですね、早いですね。さあここで奪ってチャンス、柳本、高木、いいパターンです。まあ、いいですね、戻してここはまた柳本、ちょっと今重なってしまいましたね、はい、まあ、チェックして、そしてプレスして奪って今のように攻撃に結びつけるというのが、そうですね、一つの日本の形ですから、はい、まあ、いい面は出てると思うんですけどね。前半15分、まだ得点ありません。日本もいい形で攻撃パターンがあります。さあ高木のポスト、ポーランド逆襲、さあチャンスです。上がっていったのはチトコ、チャンスで、ここはフォローがいませんでした。まあ、やはりこの人の上がりというのは要注意ですね、はい、
まあ、上がってくる分逆に日本はその裏を突くっていうことも考えられますね。はい、当てて本田です。さあカズプレーオン、相馬本田下げます。まあ、この辺りまで非常にボールを回すことができるというんでしょうか、ややこうポーランドが引いているような感じもありますよね。そうですね、まあ、3-5-2 というシステムはウィングバックの裏にスペースありますから、はい、まあ、そういったところへ高木君あるいはカズが流れた時にですね、いいボールが出てくるとしっかりキープすることができますね。ななみ前にという声がかかりましたが、その前カズワンツーでちょっと合わなかったですね。合わなかったですね。チャンス、これも足元につきませんでしたが、こちらもやればチャンス。ポーランドチェレシスキー、中はスクシペグ、ホンダのしつこいマーク、これはファールですか。166センチのホンダがこう中に入り込みました。またこの位置から怖いのはこの高さです。ハイボールで競ります。シュート、おっとクロスバーか。ロングシュート打ったのはこれチトコですか。そうですね、すごいシュートでした。まあ、やはり今のようなゴール前に上げられた小ボレですね、はい、これは、まあ、北澤君がプレスはしてるんですけどね、はい、完全にクロスバー。まあ、オーストラリアとの第2戦で指摘されたですね、はい、そのこぼれ球を入れられてたというシーンがありましたけども、そうですね、やはり競った後のこぼれですよね、はい。まあ、このあたりは例えば、まあ、今入った本田ですとか、まあ、山口とかそのあたりは少しこう、はい、ディフェンス面ではフォローしていくということになるんですね。まあ、流れの中ではそうですよね、はい、今の場合はセットプレーでしたからね、はい、高木入れて相馬出ました。まあ、ちょっとスペースがなかったですけど、はい、狙いはいいと思うんですけどね。まあ、高木カズとのコンビでやってるわけですが、この高木のねこういったところでのプレー、はい、面白かったですね、はい。まあ、大きな選手を背負いながらも高木はこう標的になってるんでしょうかね、ターゲットになってると思うんですね、はい、ですね。まあ、やはり彼に縦のくさびが入ると非常に有効的ですよね。その高木マークしていたのはベンジン。188センチの高木よりも95センチぐらいでしょうか、大きいですね。日本はこうしつこくボールのところに行ってますよね。そうですね、その面は非常にいいと思うんですよね、はい。
か、今日は非常にあの中盤も比較的コンパクトにしてですね、はい、いいプレス、あるいはあのボールを持った時はいいサポートというのは出てますね、はい。まあ、鴨監督に就任してから言ってますが、そのゾーンプレスでコンパクトの中でチャンスを見出していくという。カズ上げて、おクリア、こぼれ球、シュートは山口か、狙いは悪くなかったですけどね、はい、いい狙いでしたが今度は逆襲。出ました、まあ、ポーランドがあの前回のオーストラリア戦とは違ってポンポンとこう前に放り込んでくるという形ではちょっとありませんので、そうですね、はい、あの今のような速攻のシーンでも長いボールで仕掛けてくるという感じではないですね、はい。まあ、その分この中盤で日本のやってるチェックとプレスって効いてるような感じもしますが、どうでしょう。はい、あ、いい形です。あ、またいい形でインターセプト、はい、山口つないで高木流した、山口この後のバランスも非常にいいですよね、はい、ここに柳本、まずキープして中にコーナーキックです。今も山口がこう積極的に出てきながらこうチャンスを作ってきました。そうですね、ショートコーナーです。カズ ここもキープしながら、うんと引っ張りましたか、本田。先ほども一つありましたが、ここは2回目でイエローカードが出ました。まあ、体先に入れられてしまいましたからね、はい、ちょっと後ろから引っ張って蹴ってますね。ゴールキーパーは小島、まあ、前川が怪我をしましたが、まあ、菊池と小島はどちらを使うかという点では小島の方が、やはりどうですかね、はい、まあ、やはり高さという点ですかね、はい。ポーランド、ここも割にこう繋いでくる、取りました、あっと、ただ狙いは非常によく分かりますよね、はい。まあ、新チーム新しい監督を迎えてこうポーランドにとってはこう やりたいことっていうのを、ね、こう確認しながらっていうプレーもあるんだと思いますけど、倒しました、これもカズらしいと言いますか、体をうまく入れた、はい、ボールキープの仕方でしたからね。今どうやらイエローが出たんですかね。北沢、ここもおっと今も一気に3人で囲みましたが、いい戻りですね、いい戻りです。そしてここに井原がいいボール、カズキープして、まだ行きます、柳本中に、おっと北沢のシュートは空振り。先ほどから何回かありますが、あの形で非常にこうつながっていくっていうのがありますね。そうですね、まあ、数もドリブルでペナルティエリア内に侵入していくというね、非常にいい形出てますけれども、
前半25分が経過しました。まだ両チーム得点がありません。ここまでは日本がなかなかいいんじゃないでしょうか。そうですね、非常に組織的な、はい、守備、そしてそこから奪ったボールの攻撃というシーンが出てますよね。まあ、この辺なんか そのトラッピングミスなんかもそういった日本の早いチェックに対して少し戸惑っているような感じですね。まあ、コンディションの問題もあると思いますが、非常にチェックが有効に効いているということですね。本田は北沢、うまくつながりました。相馬、山口から柳本、ここら辺は細かいですがうまくつながっていきます。ちょっと翻弄されている感じもありますね。ポーランド、山口、並びクリアです。ここはオフサイドです。まあ、少し時間がかかっているという感もありますけれども、はい、ただ非常に相馬君が右サイドに流れていったり、あるいは最後に七海選手絡んでですね、チップキックでディフェンスの裏を狙うという、まあ、そういう意味では非常にアイデアのあるいいサッカーしてると思うんですけどね。ポーランドは引きりにこのサイド、両サイドを使ってきます。日本ボールです。この15番のカリチャクとチェレシスキーが前の方にいますが、カリチャクは20歳。まだこの前線の選手が生きるという場面がないと思うんですよね。そうですね、まあ、2トップといってもどちらかというと縦型の2トップで、はい、9番 のチェレシスキーの方が前へ出ているような感じですね。はい、4番のベンジン、ここまで過去、まあ、オーストラリアとの2戦と比べますと日本の状態はかなりいいというふうに見ていいでしょうか。そうですね、初戦の戦い方に比較的似てるような感じですけれども、はい、まあ、そして初戦と比べますと攻撃への切り替えというんですが、非常にこうスピーディーに上がっているように見えますね。はい、まあ、初戦は何しろまだ最初の試合ということもあって戸惑いもあったと思います。いや、スクルスキーがいました。中戻します。そしてこのボールは並み、うんと、これはつながりませんでした。そしてまた並みが行きました。奪った北沢、おっとチャンスでしたがつながりません。また本田、左サイドでは七海が攻守にわたって今活躍している場面がありました ね、 そうですね、非常にいいリンクをしてますよね。ここも七海奪ってチャンス、上がってくる本田、また七海、そして山口、ロングシュートは入りました。先制ゴールは山口。今のは思い切ったシュートでしたね。前半29分、思い切って打った山口のシュートがゴールに突き刺さりました。ここでグッと前へ出てね、はい、思い切って振り抜きましたね。これバーッと右に切れていったんですね。非常に七海君がね、タイミングを考えたいいパスだったんですけどね。ちょっとアウト回転、まあ、かかるようなといいますか、ゴールキーパーとしても予測がつかなかったんでしょうね。ちょっと逆の方に動けなかったという感じのゴールでしたが、1対0、山口が先制しました。そういえば山口はオーストラリアとの初戦でもフリーキックで先制点を決めましたよね。そうですね、今日もその先制点、山口、
これは非常に日本にとっては気持ちの上で大きいですね。そうですね、ちょうど流れが日本に傾きつつあるところだったんでね、はい。山口の先制ゴールが決まりました。ポーランドのチェルビッチまた奪った。積極的に上がります相馬。うんと滑りました高木。さあ相馬中見て、この辺りも随分こうキープできます相馬。ここまで持っていって入れました。いいボールでヘディング高いシュート、2点目。高木のヘッドで2点目を奪いました。これはもう日本としては最高の形ですね。前半の31分、山口のシュートのわずかにこれ2分後の追加点。これいいパターンでしたね。そうですね、いい形でしたね。この相馬くんのね、ダブルタッチ的なセンタリングってですかね。これもぴったり、はい。そして前へ詰めていって、このボールが送られてくる瞬間に高木くんが後ろへ相手のマークを外すような動きしてるんですよね。素晴らしいヘディングですね。これで高木が日本代表に復帰してもう3点目を取りました。オーストラリアとの初戦でも復活の2ゴールを決めましたが、もう高木がだんだんこう良くなってきたという感じがありますね。そうですね、相馬のセンタリングも見事。ただ逆にポーランド側から言いますとですね、あそこで自由にこう右サイドで持たせてしまったというんでしょうか、日本側に、はい。ディフェンス面ではどうでしょうか、ポーランド。ちょっと淡白というんですかね、はい、軽いような感じがしますね。軽い、はい。寄せてはいるんですけど、最終的なフィニッシュの仕事を簡単にされてると。そういう意味では日本の方が非常に相手に対するチェックとかそういう点では非常にしっかりいってますよね、はい。そうですね、しかしこの立て続けの2点、これは効きます。今日はそれと日本は見てますと攻めに対する思い切りの良さっていうのがあると思うんですが、はい、非常に人数もかけてますよね、はい。カズ手をかけられました。ここも奪われました。なかなかポーランドが自分のエンドから向こう側に行かないですね。そうですね、自分たちのサッカーをさせてもらえないというそんな状態じゃないですかね、はい。ここのところからボールを出すことができません。ですから逆に言うと日本はもうセンターラインを越えたところまで自由に持って入れるという感じになってます。逆に言うと日本の仕掛けているそのゾーンプレスにもう見事にはまってしまっている状態ですよね、はい。ようやくチェルビッチ、非常に日本のチェックで足元にもこうボールがうまくこうついてきてないようなプレーもあってミスもよく出てますね、ポーランドは、はい。それだけ速いボールプレッシャーというんですかね、かかってると思うんですけどね。シュートはビスケビッチできません。流してオフサイドです、チェレシスキ。ですから今のような空中戦ですね、ゴール前上げられてきたボールのこぼれですね、はい。この辺をやはり注意しないといけないですね。前半の35分経過、日本は29分に山口、31分に高木のヘディングで2対0とリードしています。高木
まあ、鴨監督はあの高木の復活を待ってたというところあると思うんですが、ここまでの高木の活躍ぶりという点ではどうでしょうか。そうですね、あの非常にいい仕事をしていると思いますね、はい、北澤和、まあ、意識的にこう高木に当ててこう前でそこからプレーが起こるようなことができてますね。ここは選手を囲みに来ました日本。さすがにどんな前プレーでも3人に囲まれるとなかなか前には出せないでしょうね、まあ、やはりターゲットがいるというのはあのディフェンダー、はい、後方の選手にしてみれば非常にあの安心感があるというんですかね。パスコースを確実に一つ作れると、まあ、そういった点はありますよね。まあ、このトップで言いますと高木と三浦それから岡野がいますが、あの福田と、まあ、福田が故障でねちょっと使えないというのはちょっと残念な感じです、はい、ただまたタイプが違いますからね、はい、そういう意味ではそのレパートリーが増えたという感じですよね、はい。まあ、鴨監督も課題にしているのは攻撃面ということは一つあったと思いますが、今日2点を取りました。本田ここから上がってきます。そして最後七海入れます。クリア。今日はこの左サイドの攻撃が非常に効いてますよね。効いてますね。今日はそれと各選手 のボールを持つ時間が割に少ないというかすぐにこう出してますね、はい、早いパスワークですよね。さすがにオーストラリアの初戦などはちょっとこう迷いながら出しているというようなプレーもあったんですが、まあ、そういう意味ではオーストラリアでキャンプを行ったことが非常にこの大会に向けて、はい、あのいいコンディション作りになったということでしょうね、はい。まあ、あくまでオーストラリアとの試合は、まあ、一つのチームを作る上での過程だということだと思いますね。まあ、ポーランドというヨーロッパの強豪に対して2点を取ってリードしました日本。うわ、これは激しいマーク。ただ非常にあの数もね基本に忠実なあのボールキープ、はい、相手とボールの間に体をきれいに入れてますよね、まあ、このポジションを入れあのキープしてれば相手が大きくても、まあ、奪われるとしたらファールしかないですね、はい、さあまた高木を狙いました。クリア。さあ日本のコーナーキックはカズ。高木、原、尾村とファーサイドにいましたね、はい。さあどこを狙ってくるか。中央は高木ニアです。おっとクリア。おっと危ない。シュート踏んだ。まだカズ。お。出ました。また日本のコーナー。ちょっと今ゴールキーパー飛び出してなかったですね。中途半端なプレーでしたね、はい、あわやオムラがチャンスという場面がありました。このボジニャックちょっと見てみましょう。ここですね今、はい、ちょっと周りの動きに翻弄されたのかもしれませんけれども、はい、ここまた高みです。チャンスと並みのシュートは打ちました。まあ、高さは十分ねポーランドはあると思うんですが、はい、何かここあの立て続けのコーナーキックに、少し、翻弄されているような感じですよね、うん。まあ、数も蹴るボールも非常に速くて曲がりますからね、はい、あ今度はショートコーナー入れて決まりました。3点目。いや今のはこれはある意味では形通りかもしれないですね、はい、飛び込んでいった小村ダイビングヘッド。3対0、日本がリード広げました。前半の40分、これはショートコーナーからここですね、はい、前へこれ高木君ですよね、つってもう完全に後ろのスペースが生まれましたよね、はい。村はフリーで飛び込んでいきました。でカズもちょっと今中を見て
完全に後ろを、ね、フリーになりましたから、はい、まあ、そういう意味では南美君や高井君が前に釣ったというのは大きいですね、はい、これ、まあ、小村にとってはこれは代表初ゴールということになります。マリノスでああいうシーンよく見るんですけどね、はい、まあ、相手はその辺りを知りませんからね。また会えました。何かも伸び伸びやるようになりました。これ前半から3点ですからね、まあ、ここら辺からポーランドがどういう攻めに出てくるかですね、はい、もう3点リードですから思い切ってこう攻めに来るということは考えられますが、ポーランドに対して3点を奪いました。まあ、今日鴨監督にとっても得点のパターンが山口のミドルあり、それからコーナーからの今のオムラ、それから高木のヘッドとね、いろんなパターンで取りました。まあ、特に流れの中で左サイドを破っての得点、はい、2点目ですね、素晴らしかったですけどね。まあ、セットプレーはこのメンバーで比較的長く戦ってますから、はい、まあ、そういう意味では形通りの得点と言えるんじゃないですかね、はい。まあ、今のヘディングも非常に上背のある高さのあるポーランドに対してうまく取りました。まあ、当然ワールドカップの予選をこれから勝ち抜いていくためには、この特にアジアでも中東の大きな選手たちと戦うときには、はい、こういった戦いというのはまた経験になってくると思うんですが、カズから高木、バックパスです。非常に積極的にプレスかけてますよね、はい、ここも完全にもうポーランドのディフェンスが何か戸惑っているというんでしょうかね。防戦一方のポーランドです。ここも奪いましたね、はい、チェック早いですね、はい、七海くんね、前に出ることができません。高木、足元にスライディングしました。まあ、この辺もでも高木君の強さというのがよく出てますよね、はい、ここで背負いながら、ここはキープして、足元を払い抜けました。ここはいい位置のフリーキック。前半も残り時間少なくなりました。カズか長見か、カズ、相馬、高木、北沢、この辺の、ね、戻りも非常に早いですからね、はい、柳本、ヘディングは必死にクリアするポーランド。まあ、今も大村君があそこまで行ってプレスかけてますからね、はい、まあ、ですから相当日本は全体に前の方でプレーしているということになりますよね、はい、非常に高い位置でのゾーンプレスですよね、はい。まあ、ポーランドとしては奪ったボールがやはり前線につなげられないですからね、はい、前線に全く出ていきません。また北沢、こう何か組織だって選手が動いてるって感じが、そうですね、まあ、今のシーンなんかも、はい、チトコがボール持った時に出すとこ探してるような感じですよね、はい。さあ日本は山口、それとまた細かくつなぐところを日本がチェックにて取ってるというパターンなんですね、はい。まあ、ますます日本の思うツボっていうんでしょうか。そうですね、思惑通りですね、はい。まあ、逆にポーランドとしてはちょっとチーム戦術でどういう形を作っていこうかということが発揮できてないというシーンは十分出てますよね、はい。やはり新監督になって最初の、まあ、新チームの試合ということもあるんでしょうか。組織だったこう感じがありません。ポーランド45分経過してロスタイムに入りました。
まあ、ヨーロッパは今シーズンも真っ盛りまた再開して入ってますので、なかなかそういう選手を集められないという事情もあるとは思いますが、まあ、それとやはり厳しい冬ありますからね、はい。まあ、練習も思うようにできませんでしたポーランド、まあ、それでもフランスと引き分けた選手たちが7人いるというんですからね、はい。まあ、欧州選手権ではちょっと引き分けがやはり多くて、なかなか上に行けなかったんですけどね、はい。ここで前半が終了しました。前半日本はポーランドに対して3対0、山口、高木、小村と、まあ、一気に3点を取りまして、非常に有利な形で前半を終えました。2点目はこの高木のヘディングでした。前半振り返って日本非常に良かったんじゃないでしょうか。もう本当に素晴らしい攻撃ができてましたね、守備からの攻撃、はい。まあ、鴨監督としても、まあ、狙った通りのことができていて、しかも得点も3点取れたというね、はい。まあ、それとやはり普段トレーニングしていることが試合の中に非常によく出てますよね、はい。さあ、それでは得点シーンを振り返ってみましょう。これは山口のロングシュート、まあ、状況をこう打開するという意味ではね、そうですね。この前のプレーもそうなんですけど、はい、七海君が素晴らしいタイミングを取ってますよね。そして思い切って振り抜いていった、まあ、自分の前にスペースがあったらこういったようにどんどん積極的にゴールを目指していくということですよね。これがまた随分こう右に切れるボールでした、はい。これキーパーちょっと難しかったですか。そうですね、変化していったんじゃないですかね、はい。まあ、この先制ゴール、そしてその後2点目がこれ効いてると思いますが、わずかに2分後でしたよね。これも相馬がここで粘って、はい、そしてここまで持っていっていいボールを入れました。まあ、そしてカズがニアに飛び込んで、はい、ファーサイドに高井くんですよね。これもこのもうほんのスペース少ししかないんですけど、はい、見事に上げましたね。ギリギリですね。非常に正確なセンタリング、まあ、手前にこれ画面の左にカズが一人いましたのでね、はい。まあ、この辺のまあ全くスペースなくてもちょっと外しただけでセンタリング上げられる彼の独特な形ですよね。そして完璧な高木君のヘッドですね。これで日本が2対0とリードを広げました。まあ、これで一気に何か日本のリズムになったという感じでしたが、さらに3点目はこのコーナーキック、セットプレーから、まあ、ショートコーナーでした、はい。3本続いたんですよね。そしてちょっと形を変えたショートコーナーから大村くんですけどね、まあ、マリノスで大村のヘディングはねもう有名ですが、はい、ここは非常にうまく振って、そうですね、まあ、高井くんがやはり相手のディフェンダーを引っ張っていったっていうのは大きいと思うんですよね。そしてその裏のスペースにその大村くんがやはり飛び込んでいった、はい。ここですね、もう、はい、素晴らしいですね。フリーになってますから大村にとっても嬉しい初ゴールで日本前半で3対0とリードを広げました。ちょっと逆に言うとポーランドがですね、何かこう試合感を掴んでないというか、掴めないままに崩れているというか。そうですね、まあ、やはり取ってからのボールがしっかり供給できないというのが大きいですね。この試合解説加藤義雄さんでお伝えしております。ポーランドの方は後半は選手をどうやら1人変えます。3番のラピンスキーを下げて8番のゲショルをこれ後半入れているようですね。中盤の底の方にいましたヤスクルスキーがですからリベロの位置に入ってきます。さあ後半が始まりました。あ、いい形でインターセット。あ、ここも日本次々にこう日本は相手に対してチェックの選手が出てきますよね、はい。非常に積極的ですね。まあ、逆にポーランドが後半に入って、オーストラリアの第2戦のようにですね、中盤を省略してくるようなそういうサッカーに切り替わってきた時にまた逆に日本がどうなるか、はい、そういうところも見たいですね。うん、ポーランドはリードされた後も非常にこうつなごうという意識の方が強かったように思いますけどもね。これは一気に来ました。まあ、こうした攻撃ですよね、はい。
前半は完全に日本のペースで終わりました。ああこういう大きなボールを入れてきました。ポーランド、要注意のチトコ、左からさあチャンス、チトコかわして、あっとシュート、あっとっとこれはミスキックか、チャンスでしたがビキスケビッチ、まあ、このねチトコを切り込んでいったんですけど、これもよくあのデンスついてってますよね、はい。チトコマークしているオムラ、そして外してここはさらにこれいいチャンスだったんですけど ね枠の外です。まあ、見てますとやはりあのチトコからチャンスが生まれるケースって多いですから、あの辺いかにうまく使うかっていうところがあるでしょうね、ポーランドは、はい。まあ、21歳の選手にしては非常にあのバランスもいいですよね、はい。まあ、ポーランドは過去の記録では72年のミュンヘンオリンピックでは銀メダル、74年の西ドイツの行われましたワールドカップはブラジルに勝って3位になりました。モントリオールオリンピックでも銀、82年のワールドカップでも3位、この時はボニエクという、ね、有名な選手がいましたが、70年代から80年代にかけては非常にこう強さを誇っていたポーランド。まあ、ポーランドらしい組織だった速いパスワークというか力強いプレーというのはあまりこう出てないですね、はい。まあ、加藤さんが過去日本でポーランド選抜と対戦した印象とはちょっと今日違うでしょうか。そうですね、まあ、逆にそれだけ日本のゾーンプレスが効いているんですね、はい。またロングスロー入れるでしょうか。ロングスローで攻めます。今もあの大きな選手に高木が競ってましたよね、はい。ですから大君は攻撃面だけでなくですね、はい、こういった大型のヨーロッパのチームとやるような時は守備面でも非常にあの機能しますよね、はい。ご覧ください、この身長差。ただそのポーランドも見てますとその高さってまだ生かしきれてないような感じもしますが、カズとこのボイタラ、まあ、右に行っても左に行っても彼はずっとカズについてきてますからね、はい。今2番のこのヤスクルスキー、3番のラピンスキー、キャプテンマークをつけていましたがラピンスキーが下がってヤスクルスキーが真ん中に入りました。これやはりディフェンスの立て直し、あるいは怪我でもしましたかね。あの前半にセンタリングをクリアした時にちょっと足首ひねったようなそんなシーンがありましたけどね、はい。そして中央に8番のゲショル、これも長身の選手が入ってきました。見てますと中盤にはたくさん選手がこういるっていう感じですね。この8番ゲショル、そしてこの7番のビキスケビッチ、10番のチェルビッチ、サイドを変えてこのチトコです。まあ、ここは柳本、今日審判はアメリカのバーマストさんです。あ、ここはチャンスで、おっと8番のこのゲショルのシュートはミスキック。後半入ってきましたゲショル、ここですね、思い切って打ってきましたけどね、枠に飛びませんでした。まあ、ですからこの 3-5-2 的なシステムでもあの2トップが縦型ですから、はい、中盤 3-6-1 のような感じになるんですね。で非常にあの左右の選手との距離が短いんですよね、はい。そこでパスワークを細かいパスワークをしますから日本のゾーンプレスに、いいように引っかかってしまっていると、なるほど、そんな状態ですね。まあ、非常にだから中盤で細かくつないで前っていうような感じになってるわけですね。ここですね、はい。もうご覧のように中盤に非常にこう横にたくさんの選手が並びます。ですから、まあ、本来はそのウィングバックを置いてるシステムっていうのはあの
まあ、相手 の、 そのサイドのスペースですね、はい、ここへどんどん飛び出していくという形なんですが、そういう長いボールが出ないですよね、はい。まあ、日本もそうならないように早い段階からこのチェックに行ってプレスをかけてます。まあ、そういう意味では逆にこの相馬くんですとか、あるいはあの七海とかね、彼らが非常に積極的に前出てきますからね、はい。中間監督はこの一連のシリーズの中でたくさんの選手を使ってみたいという話を日本立つ前にしてますけれども、まあ、高木も復活してから使ってみたい選手の一人だったと思いますし、それから七海ですね、はい。今日は左サイドで七海相馬というところ活躍してますが、中からスクシペクシュート、リティスケビッチのシュート、ようやく何か思い切って打ってくるようになりました。走り込んで切れました。まあ、ただこういったあのシュートするシーンのところにこう体を持っていってますからね、はい、この辺は非常に気迫あふれるプレーっていうのを感じさせますよね。本田です。ちょっとこのゲショルという選手は大きいんですけども、足元のなんていうかこう小技はないような感じですよね。全体にあのもっとヨーロッパの選手ですからがっちりしてるのかなと思いましたけれども、こう大きくて細いっていう感じですね。そうですね、まあ、オーストラリアの選手とはちょっとタイプが違いますね、はい。まあ、鴨監督の試すという話では、あの特に両方のサイドですよね、はい、ここを非常にあのアタックとしては攻撃としては大事に考えていたところだと思うんですけど、おっとチャンスです。つながった、カルチャーから戻してシュート、これは弱いシュートでした。今は早い展開からのチャンス、15番 の、 あのカルチャーもようやく何かボールに触ったという感じでした。オフサイドです。そのサイドで言いますと、今日本はあの右サイドは柳本を使ったりですね、はい、それから澤田を使ったりといろんな選手を使ってますね。そうですね、まあ、中村君もねオーストラリアで怪我してしまいましたけどね、中村も使ってみました。今カリチャクに代わって16番のスルトワが入りました。その点でいうと左サイドは、まあ、鈴木正治もいますが、割にこう相馬でだんだんこう固まってきたような感じさえありますね、はい。おっと危ない、狙った、これは飛び出した小島の後ろを狙いました、まあ、ちょっとあのクリアなのかパスなのかというところは中途半端になりましたけどね、はい、ビキスケビッチ今ここですね、はい、ここでこのボールですよね、はい。まあ、おそらく、はい、本田君に渡そうとしたんでしょうけど、まあ、これはゴールへ飛んでいたらというシーンです ね、 ですね。これは危なかった、ヒヤッとした場面、まあ、これで失点してますと非常にこうもったいないプレーということになってしまうところでした。この後半ポーランドにも攻めのチャンスが出てきました。ビギスケビッチ、チェルビッチ、いやこちらはチトコです。中チェルビッチ取りました。今のはよくね小島君我慢しましたね、はい。ゲショルからチェルビッチに出たボールでした。これもつながりません、ミス。
まあ、中盤で の、 あのスペースのないところでの細かいパスワークということでしたら日本の方が、はい、ちょっと分がありそうですね、はい、その中盤でやろうとしている細かいパスワークがつながらないポーランドです。また高木に当てます。粘る相馬、山口、高木、日本3点リードで後半を迎えています。ちょっとポーランドが後半に来てから少しチャンスが出てきましたけれども、そうですね、前へ、はい、出てくるようになりましたね。前半はこうかなり引いた感じのままのポーランド、3点取られて少し前に出てきました。ワントップ気味に置いているこのチェレーシュスキーがなかなかこう映ってきませんよね。そうですね、まあ、大村君もしっかりついてますからね、はい、まあ、作戦とすればチトコ6番とかあのスクシュペクがサイドから行ってそしてチェレーシュスキーが絡むということになるんでしょうけど、はい、その両ウィングバックが逆に日本の選手に押し込まれていると、はい、そういった状況ですね。この人がチェレシュスキー24歳、まあ、この体つきを見ても非常にこうがっちりしています。ただそこにボールが行きません。本田、奪い返した本田、相馬、いいボール入れました。後ろから倒されました高木、まあ、今のボールの受け方なんかも高木君はやはりうまいですよね、さすがですよね、まあ、相馬のボールも非常に正確で胸のところにピタッといきましたね、はい、まあ、ああいったくさびのボールがですね低くて正確に入ってくると、はい、これは非常にチャンスですよね、まあ、このプレーの中で一つフリーキックというチャンスを作りました。またカズカあるいはオーストラリア戦では山口が、ね、出してから蹴ったというプレーもありました、はい、今いるのはナナミですかね、カズとそして山口もいます。さあ今度はどんなプレーでしょう。カズが打ちます。狙いました。ちょっとコース切れてますかね、はい、この枠へ飛んでればという感じですよね、はい、タイミングはもうバッチリですね。ここで山口がプレスに行ってそして囲みますがしつこく行く日本、チトコ、柳本のマーク、中から ポーランドもちょっとパスを出すタイミングが少し早くなってきたでしょうか、はい、それとやはり前へ前へという出ていこうというそういう姿勢が出てますからね、はい、日本のチームもみんな下がらざるを得ないんですよね。前半で一気に3点をリードした日本です。まあ、これのカメラサイズで見ると分かりますが非常にゾーンを狭くして、はい、そしてプレスをかけていくということですね。後半15分を経過しました。3対0日本のリードです。ここも囲み、うん、っと今度は戻りました。まあ、この辺の、ね、矢良君のカバーリングも効いてますよね。いいですね。まあ、日本のゾーンプレスと言いますと常にこうプレスしているわけではなくてチャンスと見ると取りに行くっていう感じになるわけですね、はい、と今井原、今日は全体に日本のディフェンスは非常にきっちりしつこくいってるって感じがありますね。
倒されました。ナナムです。まあ、ちょっと、まあはい、苛立ちというのが見れますけどね、ポーランドの方のね。まあ、加藤さん、ゾーンプレスって非常にこう難しくてですね、はい、まあ、ただ取りに行って攻撃するという単純なものではなくて、他の選手の動きもみんなこう決められているというか決まっているという感じですね。そうですね、あの人だけ見てればいいというあの守備じゃありませんから、やはりスペースをしっかりマークしていかなければいけないと、はい、そういう人とスペース両方をしっかり見れる、まあ、そういった意識というのは重要ですね。さあチャンスシュート決まりました。日本の4点目はカズが取りました。後半の16分、三浦自身この代表では30点目のゴール、記念のゴールを決めました。これ今一瞬のミスからここですね、はい、柳本君からですけれども、このディフェンダーのベンジンが何をしようとしたのかっていうことですよね。ただカズよくね、あの食らいついてきましたね。これしかも角度のないところで難しいところですね、はい、まあ、キーパーへのバックパスかもしれないですね、はい、ただよく狙ってますよね、これね、よく拾いに行ってここからこの、角度ないけど振り足が速いですからね、まあ、もしコース外れてても北澤も詰めてましたしね、はい、日本なんと4対0とその差を広げました。後半こうややこう攻めのチャンスを作っていたポーランドにとってはまたこう痛いと言いましょうかね、逆に日本にとっては非常にいい追加得点。ポーランドはあのディフェンスという点ではちょっと今日は良くないんでしょうね。そうですね、ちょっとあの立った状態で人を見てる、はい、つまり動かれたマーカーに対してチェックができてないような状態ですね。北澤抜いてクリアです。コーナーキック2番のヤスクルスキー、まあ、まだチームを組んで練習も十分できてないというコンディションの悪さというのもあるかもしれませんけど、何か見てますと我々の予想していた強豪ポーランドというイメージとちょっと違う感じのチームですね。さあまたコーナーキックのチャンス、今度は行きます、狙ったか、今もねニアポスト非常に際どかったですけどね、はい、抜けるか、柳本、あーいい飛び出しでしたけどね、はい、今もチャンス、ちょっとこのボジニャックというゴールキーパーですね、はい、加藤さんもゴールキーパーですがどうでしょうか。そうですね、まあ、30歳という年齢の割にはちょっと不安定ですね。ただこれ非常に長い距離よく飛び出してきましたね。そして日本はまたコーナーキックのチャンスです。カズ今度はどうするでしょうか。先ほどはニア、あショートコーナーです、上げてヘディングはまた小村か、フリーでしたね今ね。これも先ほどのこれ練習のパターンでしょうね、はい、ちょっと形今度は北澤君が上げる形ですけどね、はい、やはり体育前へ行ってますからね、まあ、おとりにして小村が飛び込んでいくというパターンですね。まあ、このセットプレーでも日本が思うようにやってるという感じになってきました。早くも4対0とリードしている日本です。山口抜けるがオフサイドの旗が上がりました。まあ、先ほどの柳本君の飛び出しといい、今の数の飛び出しといい、はい、ちょっとマークが しっかりされてないという感じですよね、はい。オフサイドです。このチェレシュスキほとんどこう活躍の場面が今日ありません。もうこの辺りも
まあ、楽にとは言いませんが、あれにこう日本が奥深くまで入りながら回せるということになりますよね。はい、今日それと球離れって言いますかね、はい、あのタイミングが非常にあのいいですよね。早いですよね。非常にワンタッチでこう早く回ってるという感じがあります。はい、まあ、それとかあるいは七海君があのうまく時間を稼いでね、はいはい、相馬君のオーバーラップする時間を稼ぐとか、まあ、非常にいろいろなあの形ができてますよね。ようやくチトコが上がってきました。チャンスはもうこのチトコから。チトコが行く小村がマーク流してゲショルは、これはもう小島君いい判断でしたね。思い切りよく飛びました。飛び出しました小島。そして柳本ぐんぐん上がる。相手のウィングバックが上がってきたところに逆をつくという今のプレーでした。で、ね、はい、非常にいい判断の小島のボールからのチャンスでした。北沢とゲショル、チェルビッチ、だんだんこう追い込まれてしまいました。常にボールをきちんとこう追いに行っているのが日本という感じになっています。またチトコ、横のパスが多いって感じですね。はい、それと短いんですよね。はい、ここも横そして縦。さあチャンスのチェルシスキー、これは今ちょっと徹底的でしたけどね。ようやくチャンスが回ってきたこのチェルシスキー、クロスバーに阻まれました。今いい攻撃だったんですけどね、はい、ここ中抜けて、そのここからいいスルーパス出たんですけどね。チェルビッチから抜けたチェレシュスキー、シュートは強烈、ちょっとこうフリーになったんですけどね、はい、ただ力ありますよね。はい、強烈なシュートでしたね。またゲショル、まあ、中盤で細かくつなぎながらポンと今みたいに出てくっていうのがポーランドの今のやろうとしていることなんでしょうかね。そうですね。キープします。カズ、後半このカズの追加得点で4対0とリードしています。さあ日本は選手を変えます。ここで北沢に変えて森島を入れます。森島もあの右足のかかとをちょっと痛めていたということで出場が危ぶまれていたんですが、その森島が出てきました。まあ、北沢君も今日はね、特徴である広範囲に動く非常に多い運動量でね、チャンス作ってましたけどね。取った七海、オフサイドです。まあ、左サイドでいうと中盤七海がいて、でまあ右のサイドが北沢あるいは森島というような感じになってますが、そうですね、まあ、非常に、北沢君と森島君はタイプもちょっと似ているような感じですよね。はい、まあ、非常にこう動きながら、はい、そしてまあドリブル力がありですね、はい、まあ、森島君なんかはまた前への突破力もありますからね。はい、スタフルスキー監督、まあ、初采配ということになりますがこの試合非常に不本意な内容になっています。4対0リードしている日本、後半の25分を過ぎました。またチェレシュスキ抜けます。シュートは中に出しましたが合いませんでした。まあ、個々の能力ってのはあるんでしょうけどもね、はい、組織としてうまく機能していません。ビスケビッチ、チェルビッチ、ここは日本がしつこくいきます。6番のチトコ、
追い詰めて奪います。森島、また森島があった、出ました。ポーランド全体の攻めに時間がかかるというような感じの印象ですね、今日の試合展開は。それから短いパスが非常に多いですよね。奪いました、チャンス、また出した、チェレシュスキ、これは井原君ね、いいカバーリングでしたね。さすがの井原のうまさを見せました。まあ、ちょっとここ9番 の、 そのチェレシュスキに対して大村君もルーズマークが目立ってますけどね、はい。ビキスケビッチ、森島が行きます。上がってきたベンジン、細かくつなぎますがつながりません。まあ、こういう細かいつなぎをしようと思うと相当あの選手の中でのコンビネーションというか、はい、ある程度こなさないと難しいかもしれませんね。そうですね。まだ組んで初めての試合のこのポーランド、このコーナーキックはチャンスです。セル、これも高木が競った。4番のベンジンと競りました。再三出てますが、高木があの長身の選手と競ることで、はい、非常にあのピンチをしのいでますね。そうですね、まあ、フリーでヘディングさせてないですからね、はい。その高木、競ったベンジンです。回ってきたゲシュ、左サイド、またチトコ、さあチャンス、チトコ上げる、おっとミスキック。今のはどうですかね、狙ったんですかね。狙ったんでしょうかね。ちょっと小島君がセンタリングを、はい、あの予測して、あの予測で先に動くような、そんな感じになったんですけどね。はい、ここはゲシュルからいいボールが出て裏を突かれて、そしてチトコ、このチャンスですね。ここ、はい、これ見てますよね、しっかりね、中見て、そして、はい、まあ、見てわざとゴールを狙ったようにも見えますけどね。狙ったんですかね、はい、今ここですね。ここで一瞬中を見て、うん、まあ、ミスキックかもしれないですね。まあ、キアドですね。ただ同サイドの角へ飛んでいたらというところですね。やはり狙ってますかね、今ね。ちょっと内にかけてカーブさせながら狙ったんでしょうか。まあ、今みたいにあのポーランドがスピードを持ってポーンと出てこられれば、日本も非常にこうピンチということになるんですよ ね、 そうですね。やはり早くボールを動かされて、裏のスペースへ飛び出されるということですよね、はい。さあ行きました、森島、あっと届きませんでした。形としては非常に面白かったですけどね、はい。もう森島も代表に選ばれてからかなり経験積んでますけども、森島の代表の中での動きはどう評価してますか、加藤さん。そうですね、まあ、やはりあの彼もその独特な運動量の多い、そしてチャンスメイクするですね、そういう動きというのは非常にあの効果的だと思いますね。まあ、特にこの後日本代表のスケジュールで言いますと、おっとチャンスです、ポーランド、おっとよく飛び出しました小島、これはよく飛びましたね、はい、チェルビッチのシュートでした。この、 あの右のアウトサイドでのセンタリングですよね、はい、アウトサイドで流したとか、まあ、はい、小島君が出てなければっていうところですよね。チェレシュスキが今詰めていましたので、いい飛び出しでした小島。30分、日本4対0とリードです。ここもまた狙った山口、チャンスになるか、粘る、2人来ました、フォローの柳本、七海、こちらのサイドまで来て、もう一度七海、高木が前に行きます。さあ高木落として、高木のシュート決まった、見事な高木、今日2点目、5対0と日本代表さらに追加得点を挙げました。高木今日2得点、
喜びのあまりフェンスを飛び越えましたが、イエローカードが出ました。まあ、これもこの七海君の、ね、ボール素晴らしかったですし、まあ、あの体育も、ね、裏で見事にもらいましたね。からタイミングもこのタイミングしかなかったですね、はい。まあ、よく見てますね、逆サイドのランまで。そして胸でトラップしてキーパーの出花を、これも完璧に近いボールですね。七海のセンタリングも見事、そして高木も見事なシュートで今日2点目。これで高木は代表に復活してこのシリーズでも4点取りましたね。もう完全な復活ですよね、はい。それと今日は見てますと七海が非常にチャンスを作るという意味ではね、はい、いい活躍してますね。もともとパスのセンスというのは素晴らしいものがありますからね。ボールコントロールキープ力もありますんで、そういったところ非常に効果的にできてますね、はい。まあ、日本代表96年は90日ほど、まあ、活動がありますが、この後はキリンカップアジアカップと合間に欧州遠征を行います。まあ、そうした中で5月ぐらいにはもうベテラン選手の中でこの選手を使うというようなところもね、評価していきたいという話がありましたけども、まあ、この後のオリンピックの最終予選ですね、ここでまた出てくる選手も十分に考えられますからね、はい。まあ、チームとしてはこの選手たちにオリンピック代表で活躍した選手を加えてワールドカップ予選に向かうチームが出来上がるということになると思います。さあ、日本また攻める、傘にかかって攻めていく、森島のスピード、はい、いいですね。いい攻撃ですが滑りました。さあ、粘る。まあ、今のように数がドリブルでキープしている間に森島君がね、ボールのない、はいはい、時の走りでですよね、スペースでついていく、非常に攻守のバランスが取れてますね今日は。柳本が上がっていって森島とのコンビネーションちょっと合いませんでした。まあ、柳本はリベロの位置で J リーグでは活躍していることも多かったですから、はい。まあ、1対1は非常に、はい、強いものがありますし、また運動能力非常に高いですからね。まあ、非常に守備能力もあって、しかも、まあ、攻めることもできるという、はい。ただ普段と違うところのポジションをやって、やはり最初の試合ならちょっと迷ってるのかなという感じもありましたけどね。まあ、そうですね、次第にこなれてきました。まあ、途中交代で森島君のようなそのフリーランニングができる選手が入ってくると、まあ、非常にリズムというのは変わりますよね、はい。まあ、この試合の中から例えば若手や、まあ、中堅の中でもいい選手を見つけていきたいと思うんです、気持ちはあると思うんですけどね、はい。森島ですとか、まあ、七海とか、はい、だんだんこう力を出す選手が出てきているんですね。そうですね、またチャンスです。まあ、そういう意味では J リーグの中でも若手の選手が非常に頑張ってですね、選手層の厚さというのが少しずつ、はい、出つつあるという感じですよね。山口もいいボールを出しました。さあ、1対1フリーだ、数2点目か、ポスト、これも決定的でしたけどね、完全ノーマークになりました。まあ、今のゾーンプレスから奪ったボール、そしてこの山口君のラストパスですよね、完全にフリーになりましたけどね。これはおそらくキーパーの逆の逆をついたという、ちょっと考えすぎたようなプレーでしたね。ポストに当たりました。まあ、これゴールキーパー見て、まあ、単純に逆をついて左ということを狙えるんですけどね、その逆をもう一回ついたような感じでしたね。今も山口がボールを奪って、そして、まあ、要するにプレスをかけて攻撃にすぐ結びつくという点では ね、非常に鴨監督の目指しているサッカーをしているということは言えますよね。そうですね、理想的な攻撃でしたね。
コア見てますとやはり山口がいいところでこうかなり前に来てボールを奪って、そうですね、ですから途中森安君と本田君変わりましたけどね、そういう意味ではボランチも非常によく機能してますよね、はい。まあ、プレスをかけるときも山口が声をかけてみんなで一気に行くときには声をかけてるって言ってましたから、はい。まあ、ボランチというよりはどちらかというとヨーロッパ式のダブルディフェンシブハーフに近いですけれども ね、はい、ね。まあ、ヨーロッパ式ですと、まあ、ある程度ゾーンをこう分けて、そうですね、左右ということですね、左右分けて分担してやるという感じだと思いますね、はい。まあ、右の山口君、左の、まあ、この本田君ですね、まあ、そして左に、まあ、本田君が変わって入ったことによって相馬君とのバランス関係ですね、はい、同じアントラーズの、まあ、これも非常によくなってますね。今日の日本代表は見てますとあまりこう指摘するところが少ないというか、そうですね、いいところが出てるって感じしますね、はい。まあ左サイドの攻撃あるいは右サイドの攻撃という面でいきましたら、まあ、ちょっと右サイド柳本君の場合はなかなかゴールライン近くまで切り込んでいってというシーンはあまり出なかったんですけどもね。まあ、その柳本が今交代です。そして代わりに入るのは秋田ですね。これはどう見たらいいですか。非常に守備を固めるという感じになると思うんですけどね。まあ、チトコというウィングバックの上がりもありますけれどもね、はい。あ、なるほどね、はい、チトコを抑えるための、はい。まあ、やはり勝負に最後まで固執しているのがちょっと見えますけれどもね、まあ、また逆に右サイドを非常に多くのプレイヤーを試しているというようなことも言えますよね、はい。秋田もオーストラリアとの試合では出てませんので、これがまあ今大会のシリーズでは初めて出るということになります。いろんな選手を試したいという気持ちもあると思うんですね。まあ、そういうことによって左右のバランスというのも出てきてくると思うんですよね、はい。すでに日本がもう5点を取りました。まあ、非常に一つのボールあるところに2人3人でボールを囲んでいくという、もう本当にプレスがよく機能してますよね、はい。まあ、これまではプレスは守備は合格だが攻撃面までいかないという話をしてましたが、今日はプレスした後の攻撃もきっちりできています。まあ、ですから運動量としてもチーム全体の運動量としても非常に今日は多いということが言えますよね、はい。まあ、そういう意味ではオーストラリアの第2戦の敗戦というものが非常に、まあ、ある意味では生きてますね。チトコマークする秋田です。しっかり止めました。このチトコに随分えぐられてましたもんね、はい。まあ、このまま終われば5点取るというのはね、ヨーロッパ勢相手に日本これまでないことですから、もう得点もさることながら内容というか出来も非常にいいですよね、はい。まあ、国際 A マッチで欧州のチームに勝ったということはないですけどね。まもなく40分になります。日本大きく5点をリード。ここもしっかり来ました山口。まあ、加茂構想は、まあ、はっきりはまあ分かりませんが、ただやはり見てますと山口、井原っていうところはもう中心軸として、おっと危ない。そうですね、まあ、なくてはならない存在でしょうね。まあ、山口に聞いても非常に代表でのそういうゾーンプレスはみんなが理解のレベルが非常に高いのでね、代表では非常にやりやすいという話もしていました。とポーランドが選手を変えます。17番のスクシペクに変えて11番レナルトを入れます。まあ、やはり1試合通してそのゾーンプレスをかけ続けるというのは非常に難しいんですけどね、はい。
高さを生かした。出ました、ゴールキックです。まあ、ずっと試合の中でも常にプレスをかけているわけではないということなんですね。タイミングを見て。そうですね。それとどこから守備をスタートするか、つまり前線がもう高い位置から追いかけていくのか、あるいは一度引いて時間をしっかり作ってですね、そして中盤のゾーンを狭くして仕掛けていくのか、まあ、そういうようなことによってコントロールするということですよね。はい、日本で行われたサウジアラビア戦でも挽回するのにゾーンをぐっと上げて、そして得点を取ったというところもありましたが、試合の内容や時間帯によってこの位置も変えていくということですね。そうですね。そういうことがいわゆるフレキシブルにできるようになるということが一つのテーマだと思うんですけどね。まあ、それともう一つは気候的なといいますか、はい、そういった暑さ対策ですよね。まあ、この時期の香港とかこういった時は比較的戦いやすい、そうでしょうですね。さあ、秋田のロングスローです。逆に言うとポーランドはあまりそういう意味でのプレスと言いましょうか、チェックもそれほど前線から厳しくなかったという感じですね今日は。はい、ですからその辺の多分チーム戦術がまだこのチームはできてないと思うんですよね。よくボールについていっています。こぼれ球と言いましょうか、そういうボールも日本の方が早く常に行きますね。さあ43分も過ぎました。日本5対0とリードしています。ミキスケビッチ、ここも非常にしっかりいっています。そして前走る、カズマークするのはボイタラ。今のも非常にいいプレスですよね。はい、まあ、逆にああいったプレスがかかっている状態で相手が苦し紛れに蹴るボールというのは、はい、そんなに怖いんじゃない、怖くないですよね。三原からいいボールが出ていい展開で高木、あっと、まあ、できれば今の右足の前方向に持ってきたかったですけどね。シュートにまで持っていきたかった。いいボール出ます、相馬。ここもいい上がりですよね。はい、この奈良美と相馬のコンビの上がりですね、非常にいいですね。はい、まあ、そしてそこの後を本田君がスペースマーキングしていくと、非常に左側バランスが取れています。44分を過ぎました。さあ森島、あ、いいですね今のね。そして前のボール秋田、今のも秋田君もねよく上がってきましたよね。さあ、まもなく45分に手元の時計でなります。さあ、また今度はどこを狙ってくるでしょうか。高木が真ん中で後ろに3枚ですね。はい、これは狙ってましたね。はい、時間もないところもありますし、直接狙いました。45分過ぎました。はい、ニアポストを何度も狙っていましたんでね。はい、今度はそういう意味ではファーを思い切って狙っていたかもしれないですね。そうするとまた今度はこちら側から、あるいはまた直接狙うんでしょうかね。まあ、右も左も数が日本の場合はコーナー蹴ってますんで、はい、そういう意味ではいろんな野球でいう投球のパターンというんですかね、はい、考えてますよね。そうすると今度はまた狙ったか、今度はニア。
もう日本5対0と大きくリードして、まあ、時間帯的にも、 もう得点から言っても勝利は間違いありません。非常にいい内容の日本、ここもよく取りました。ここは4人の選手が固まってしまいました。ポーランド、そして森島、いい形です。中を見て、さあ合わせるか、あっと向こうに、ね、まあ、数いましたけど ね、ただ森島の飛び出しも結構何回か見てますけど、はい、ですね、はい、本当に狭いところからのパスワークでしたけど、ここで試合終了です。日本代表が A マッチでは初めて欧州勢のこのポーランドを破りました。しかも5対0という大差で破りました。日本代表完勝、見事な勝利でした。今日高木2得点、今日内容良かったですね。これは素晴らしいゲームですね。まあ、このカールスバーンカップは勝ちに行くんだと言っていたその加茂監督のこれまでのオーストラリア戦の反省を踏まえた上での試合だったんじゃないかと思いますけども、まあ、本当に最後まで気迫あふれる、ね、プレーを見せてくれましたね。なんと5対0という大差で日本が勝っています。さあそれでは後半の得点を振り返りましょう。これは相手のクリアミス、よく詰めていた数、本当によく絡みましたよね。この柳本君からのボール、まあ、ちょっとキーパーへの安易なバックパスですかね、これを見事に、ね、はい、狙っていって角度のないところから思いっきり振り抜きましたね。うん、数らしいゴール、まあ、これが本当のゴールハンターというようなシュートですね。はい、非常に角度の難しいところ、さあ続いてはこれ斜めから出た高木、これも素晴らしいコンビでしたね。まあ、ボールが下がってきた時に高木君が前へ行くアクションから後ろへ出たんですよね。まあ、見事に合いましたね。もうこのタイミングしかないという、はい、高木今日も2得点、高木完全復活を印象付ける今日の高木の2得点でした。さあ香港選抜とスウェーデンが対戦しておりまして、この試合はスウェーデンが1対0で勝っています。まあ、このため日本が決勝をですねスウェーデン代表と戦うという非常に望ましいことになりましたね。はい、そうですね、まあ、英国以来ですから、まあ、非常にこの試合楽しみになってきましたね。まあ、あの時は引き分けてあわやというところまで行きましたから、はい、しかも今回はスウェーデンも非常に中心選手が帰ってきて、そうですね、ベストメンバーに近い状態だということを聞いてますからね。まあ、この調子でいけばまたいい試合してくれるんじゃないかって期待できますね。そうですね、今日は非常に日本の素晴らしい内容の勝利をお伝えしました。